嗣永桃子は、日本の元アイドル、歌手、タレント、女優。ハロー。プロジェクトキッズを経て、ベリーズ工房のメンバー、Buono!のリーダー、カントリーガールズのプレイングマネージャーとして、2002年から2017年まで活動した。愛称はももち。イメージカラーはライトピンク。千葉県出身。元アップフロントプロモーション所属。國學院大學卒業。2002年、ハロー。プロジェクトキッズオーディションに合格し、ハロー。プロジェクトキッズの一員となる。同年12月公開の映画、子犬、ダンの物語で、主人公、森下正夫役を演じる。2003年、モーニング娘。の矢口まり、嗣永と同じく、ハロプロキッズの梅田絵里香、清水咲、矢島まみ、村上愛と共に、JIXとしてデビュー。2004年1月14日、ベリーズ工房の結成メンバーとなり、同年3月3日にメジャーデビューした。2007年7月21日、夏焼みやび、鈴木愛理と共にBuono!のメンバーに選抜され、2009年2月に行われた、Buono! ライブ2009ハイブリッドパンチでBuono! の公式リーダーとなった。2010年4月28日放送分、ベリーズ工房、嗣永桃子のプリプリプリンセスにおいて、大学に入学したことを発表した。嗣永も子供が好きなので、大学では将来保母さんになる勉強をしているんですと発言している。2011年9月17日放送分のめちゃにイケてる。に、ベリーズ工房の一員として出演し、加藤浩次の飛び蹴りを食らい顔を粉まみれにされ、人形のように片手で引きずり出され、強制退場させられた。嗣永も怪我をしたのではないかと、心配されるほど体を張って活躍し、注目を集める。こうして2011年下半期以降から、テレビ番組に定期的に出演していった。2012年7月25日に発売された、チャチャシングのカップリングに、ももち。許して、にゃん体操アーティスト名、ももちとして収録。同年のベリーズ工房の春のコンサートツアーで披露されていた楽曲であり、自身初のソロ曲。ミュージックビデオをレコチョクで2012年7月15日より独占先行配信し、初日にレコチョクビデオクリップデリーランキングで1位となった。同年12月11日、自身のブログにおいて、小学校へ教育実習へ行っていたことを明らかにした。なお、教育実習の時は、実習先から、ももち結びと、ももちという呼び名は NG だと言われた。2014年3月に大学を卒業し、幼稚園と小学校教育に関わる教育職員免許状を取得した。卒業論文では、障害を持つ人々による意思伝達問題について論じ、自身のラジオ番組で解説している。同年11月5日、カントリー娘。改め、カントリーガールズに加入することが発表された。嗣永の中では、ベリーズ工房の無期限活動停止後も、アイドルとしての活動を継続していきたいという意向があり、また、嗣永の先輩でもある里田舞が、後輩の育成役として、白羽の矢を立てたことから、嗣永のプレイングマネージャーとしての加入が決定した。カントリーガールズとしての本格的な活動は、ベリーズ工房の無期限活動停止翌日である2015年3月4日からとなった。髪型も、ももち結びから変更。その理由を、嗣永は3月3日で、ベリーズ工房が活動停止になって、ももち結びを作る魔法が使えなくなった、ももち結びだと可愛すぎて、他の5人が霞んで見えちゃうのでと述べている。2015年10月10日、声帯にポリープが見つかったことが発表された。嗣永も治療に専念するため、同月12日から同月18日に開催される握手会やカントリーガールズのライブは欠席。24日、大阪医科大学学園祭でのトークショーで活動再開。11月5日、カントリーガールズ結成1周年記念イベント&嗣永桃子復活祭でコンサートに復帰。2016年11月5日、2017年6月30日をもってカントリーガールズ及びハロープロジェクトを卒業、芸能界を引退することをグループ結成2周年ライブで発表した。幼児教育の道へ進むとしている。2017年6月30日、近江野外特設会場で開催された、嗣永桃子ラストライブ、ありがとうお友持ちをもって、カントリーガールズを卒業、芸能界を引退した。ハロー。プロジェクト在籍日数は5479日であり、歴代のハロー。プロジェクトメンバー中最長である。なお、嗣永の卒業により、ハロー。プロジェクトキッズ出身者のメンバーは全員ハロー。プロジェクトを卒業することとなった。身長 149.9 センチメートル。ヒールを履いた状態では158センチメートル。挨拶する際には、みんなのアイドル、今日も、可愛い桃地こと、嗣永桃子ですと両手を振る。決め台詞は、可愛すぎて、許して、にゃん。ただし、猫は苦手である。お友達のことを、お友持ちというほか、物を持つと、癖で物を持った手の小指が立ってしまうが、これを、小指は愛を受信する、アンテナと説明する。あだ名及び一人称は、桃地であるが、後輩から、嗣永さんと呼ばれることが多く、嗣永本人は、嗣永さんは堅苦しいので、桃地先輩と呼ばれることを希望し、自身がプレイングマネージャーを務めるカントリーガールズのメンバーにはそうさせている。また、嗣永が難読名字であり、初対面の人からもあだ名なら呼びやすいと考えている。なお、難読名字でも覚えてもらえるように毎回共演者へ、自身で、桃地ボードと呼ぶ自分の名前をボードに書いたものを、毎回持参、大きな声で自分の名前を名乗るという楽屋への挨拶を実践している。森大志作の漫画、まね恋の登場人物である、富永みなみのモデルであり、GO!プリンセスプリキュアの登場人物である一条蘭、このモデルである。好きな漫画家に、種村雄斎を挙げている。種村の方も、ベリーズ工房のファンでもあり、2013年7月には、嗣永のラジオ番組に出演している。推理小説の読書を趣味の一つとしている。今まで読んだ作品は、綾辻ゆきと、都警官の殺人、東野圭吾著、容疑者 X の献身、森博次、すべてが F になる。ゆずからテレビ番組に出演オファーをもらったことをきっかけに、ゆずのファンになり、自身のラジオ番組で、ライブに参加した話を中心に、番組時間の約半分を使ってゆずについて語っている。雑誌、日経エンタテインメントの2014年調査でランクされている。嗣永のファンを公言する、パイパイでカビの楽曲、桃色の人生は嗣永への思いを歌った曲で、嗣永が卒業発表した日の夜に書いたという。マジック、ドラムズ&ラブが2018年4月に発表した楽曲、一生を解けない魔法とは、嗣永のラストライブについて曲にしたものである。アイドル活動を続けながら、大学に進学し、教育実習をこなして、小学校と幼稚園の教員免許を取得したことについて、ブログでは教育、特に幼児教育に関心があったことを記している。引退では、以前から興味のあった、教育の分野に進むと宣言。幼児教育について改めて勉強に専念し、いずれお仕事にできればと考えていますと決意を述べた。引退後もカントリーガールズ3周年記念イベントなど、後輩のライブには足を運んでいる様子で、2019年3月11日のZEP東京公演で卒業する愛弟子、柳川七海の卒業ライブにも足を運んでいた。ただし、前日3月10日放送のカントリーガールズのただいまラジオ放送中でカントリーガールズ内ルールお菓子禁止令をメンバーが破っていたことが発覚。当日差し入れとしてピンクの包装紙に包まれた花束に見せかけたセロリを差し出し禁止令を破った際の刑を執行させた。同い年の清水咲とは非常に仲が良くお姉さんずと呼ばれている。テレビで多数共演していた菊池亜美や同い年では真野絵里奈とも仲が良く2019年7月14日に真野がサッカー選手の柴崎岳との結婚披露宴を開いた際には新婦側友人の招待客として嗣永が出席して2年ぶりに公の場に姿を現したという。ハロー。プロジェクトハロー。プロジェクトキッズ全体、及びベリーズ工房、Buono!などの各所属ユニット全体での作品は、それぞれの項目を参照のこと。PV ハロー。プロジェクトハロー。プロジェクトキッズ全体、及びベリーズ工房、Buono!などの各所属ユニット全体での出演は、それぞれの項目を参照のこと。バラエティは準レギュラー以上のみ、その他。ありがとうございます。